どうもランチャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。今回は初心者向けての武将解説シリーズということで、脅威について解説していきたいと思います。まず勢力なんですけども、食の勢力でコストが6とやや高めということになってます。で、兵士適性なんですけども素晴らしいですね。騎兵と弓が S で盾と槍が A ということで、 S2、A2 ということになってます。なんで兵士宝物込みということで考えると、全ての兵士で戦える武将ということになってます。ただ兵器に関しては適性が C ということになってますので、兵器転用というのはちょっとやりにくい武将かなと思います。次、属性を見ていきたいんですけども、こちらも素晴らしいですね。初期値でもう90近いのが武力、知力、統率っていうことになってますよね。で、どれも伸びもいいということになってるので、属性は文句なしかなと思いますね。で、速度に関してはそこまで速くないんですけども、脅威と言うたらですね、素早く動くことによってですね、戦争を優位に進めてきたっていう人物になってますので、速度はもうちょっと高くてもいいんじゃないかなというふうに思いました。次、固有戦法を見ていきましょうか。義胆勇進というパッシブ戦法ですね。戦闘中奇数ターンにおいて敵軍単体に 184% 平均ダメージを与え、さらに武力を64ポイント低下させる。2ターンの間持続する。偶数ターンにおいて敵軍複数に 76% の計略ダメージを与えるとともに、知力を34ポイント低下させる。2ターンの間持続する。自身が主将の場合、属性低下の効果は自身の相応な属性の影響を受けるという内容になってますね。なのでダメージプラスデバフというのが脅威の固有戦法なんですけども、パッシブ戦法ということになってるので、止める手段っていうのが拳法破砕しかないということになってますよね。巨弱なんかを食らってもダメージは出せなくなるんですけども、デバフっていうのはですね、継続してかけられるっていうことになってますので、完全に無力化するのが難しい戦法ということになってます。で、武力の影響を受ける平均ダメージ、知力の影響を受ける計略ダメージ、両方を与えるという非常に変わった戦法になってるんですけども、脅威の属性は武力も知力も高いということになってるので、こういった固有戦法も使いこなせるということになってます。他の武将だとなかなか効力を発揮しにくいような固有戦法の内容になってると思いますね。次、継承戦法なんですけども、継起軍略ですね。アクティブ戦法、発動確率 40%、 継承出所は脅威もしくは演術ということになってるので、脅威が貫突でもしてない限りは演術から継承するのが望ましい戦法かと思います。敵軍単体に平均ダメージ及び計略ダメージを与えるという非常にシンプルなものなんですけども、こちらの戦法に関しても脅威の固有戦法同様ですね、平均ダメージも計略ダメージも与えるということになってますので、武力も知力も高いような武将でないと使いこなせない戦法ということになってます。ただ該当する武将だとですね、かなりダメージが出る戦法ということでですね、なかなか苦労ところみの継承戦法になってるんじゃないかと思います。次、兵法書なんですけども、一番上の作戦のところの万有比喩ですね。こちらが脅威と非常に相性がいいということになってます。知力を武力の 16% 分増やすという兵法書になってるわけなんですけども、武力が高いので、この 16% で増える、知力っていうのも高くなります。で、武力も知力も高い方が望ましいというのが脅威の固有戦法ということになってますので、それを活かすためにこの兵法書っていうのは非常に有効になってくると思います。で、次、脅威を使って組めるおすすめ編成なんですけども、これは数多くありますが、やはり代表的なところで言いますと、麒麟弓だと思います。で、この麒麟というのはですね、脅威が麒麟児と呼ばれていたという由来で付けられた名前だと思います。万能型の弓兵コストが20ということで、最高コストではあるんですけども、非常に強い編成ということになってます。脅威に混迷乱序と廃中大で、宝刀に太平道砲と滑目総体で、諸葛亮に残壁砲と滑骨両毒という内容になってます。ただこちらの継承戦法はいろいろ切り替えが可能ということになってますね。麒麟弓が登場したばかりの時はですね、宝刀の滑目総体のところが無刀飛軍で、で諸葛亮に八門僅差の陣と籠城自守を覚えさせるのが、テンプレという感じでした。で、最新シーズンでは諸葛亮に覚えてる残壁砲を脅威の廃中台のところに入れて、で、残壁砲のところにですね、血力サボを入れるみたいな編成も流行ってるっていうことですね。これらがかなり強くはあるんですけども、残壁砲を使う関係上、知力が最も高い武将に援護付きの鎧を装備させる必要があるんじゃないかなと思いますね。
で、こちらの編成のコンセプトなんですけども、脅威の固有戦法と混迷乱情で相手の属性を大きく下げます。これで相手が弱体化しているところにですね、砲塔の超強力な固有戦法を当ててですね、ダメージを入れていくということですね。で、相手の火力というのもですね、デバフが大きくかけられてるので下がってるっていう状況になってるのと、諸葛亮がいるのでアクティブ戦法をあらかた抑えることができるっていうのもあってですね、あまり耐久力戦法は積んでないんですけども、硬くて強い編成ということになってますね。これはもう最新シーズンを遊んでる方やったらご存知かと思うんですけども、もうこの編成は登場した時からずっと最前線の編成ということになってますね。で、組み合わせは B ということにさせていただいてるんですけども、一番オーソドックスな八門金鎖の陣と牢城刺繍を使うような麒麟弓の場合はですね、共存性も非常に高いということでですね、未だに戦場でよく見かける編成ということになってます。で、脅威を使って発動する絆効果なんですけど、これは2つあります。1つ目は天水の戦いですね。こちらは諸葛亮、趙雲、脅威を使って組むことで発動する絆効果で、自軍全体の武力を16増やすというものになってます。なんで諸葛亮は武力が増えても嬉しくないので、なんとなく物足りない絆効果になってると思いますね。ただ趙雲と脅威は武力増えるん嬉しいですし、この3人で組む編成として天水弓であるだとか天水槍って呼ばれる編成があるんですよね。で、この編成がかなり強いということになってるので、まあこの天水の戦いという絆効果はその天水弓天水槍のために存在してるみたいなところはあると思います。で、もう一つの絆効果なんですけども、麒麟児という絆効果ですね。こちらは脅威、紹介、当該で組むことによって発動する絆効果で、で、その発生効果が全員の武力と知力を10増やして非平人ダメージを 7% カットという内容になってます。なんで先ほどの天水の戦いと比べるとですね、雲泥の差があるような非常に優秀な絆効果ということになってます。ただ残念ながら脅威と一緒に組む武将が当該と紹介ということで指定されてますし、で、この2人の武将って技能勢力ということになってるので、勢力1ボーナスっていうのが得られないということになってるんですよね。で、武将としても諸葛亮や趙雲に比べるとだいぶ微妙ということでですね、実際この麒麟児を活用した編成っていうのを組んで戦場で暴れてる人っていうのは見かけたことがないということになってます。そしたら最後、三国志における脅威ということで脅威の小話をしていきたいと思うんですけども、まあこの人物は非常に有名なのであまり語る部分もないかなって思うんですよね。ただすごく不思議なのは、もともとこの脅威って義の武将だったということになってるんですよ。で、まあ最終的に諸葛亮に下って、で、諸葛亮が死んだ後にですね、紆余曲折あって後を継ぐような形になると思うんですけども、諸葛亮が果たせなかった北伐っていうのをですね、推進していく人物ということになるわけなんですね。諸葛亮の後はもう北伐っていうのをですね、やめてもいいんじゃないかみたいな意見っていうのもあったんですよね。非なんかがそれを代表するような人物だと思うんですけども、脅威に関しては、いや北伐は大事やろということでですね、ずっとやろうやろうと言ってたということになってます。まあその北伐にですね失敗して、で、その国力っていうのを衰退させてしまって、で、最終的にですね義に落とされて職っていうのは消滅してしまうということになるんですけども、もともと職っていうのはですね、官庁を復興させるっていうのが存在意義ということになってるので、北伐をしないんであれば、その職っていう国何のためにあんのっていう話になってしまうんですよね。建前上、その北伐をしないっていうことだったら誰も支持してくれないということになってるので、北伐を続けるっていうのは正解だったと思いますね。で、それがですね、義から下った人物が特に推してたということでですね、やっぱりそこら辺が諸葛亮の求心力だったのかなというふうに個人的には予想しております。で、結局職が下ってですね、消滅したことによって脅威も義に行くんですけども、そこでクーデターを起こして、脅威っていうのは死ぬということになるわけなんですね。なんで職っていうのが滅亡した後もですね、クーデターまで起こしてですね、官庁復興を目指したのかなと思われてるわけなんですよ。これもすごい不思議ですよね。もうせっかくもともと義に戻れたんだったら、そのままおとなしにしとくっていう手もあると思うんですけども、で、北伐するための母体の国もなくなったっていう段階でもですね、まだ抗っていくっていうところで本当に烈士だなっていうふうに思いますね。なんで、まあ細かい話は分かりませんけども、僕は脅威みたいな人物は非常に好きだなというふうに思いますね。建前っていうのを重んじるって言いますかね、
その義っていうのを貫き通すっていう面で見るとですね、関羽とかよりもよっぽどなんか芯が通ってるような感じの人物になってるんじゃないかと個人的には思っております。そしたら今回の動画が面白かったとかためになったと思っていただける方はグッドボタンとチャンネル登録、あとツイッターのフォローの方よろしくお願いします。ツイッターのリンクは概要欄です。以上です。ありがとうございました。